はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バープロサクセススペシャル、今回は黒金商業で、両打ちの打者を作っていこうと思います。今ね、あの東条の挑戦状イベントが来ているので、まあ、挑戦状用に両打ち打者ですね。まあこいつは1チームに各ポジション1人ずついると、まあ、便利になると思いますので、まあショートで両打ちの打者を作っていきます。イベントデッキの方なんですけれども、まあ、今回はね、あの別にガチ育成じゃないので、全員打撃、いわゆるアヘ打撃っていうの、こういうのアヘ打撃になってて、前3後3でイベントのバランスは整えてあります。でやっぱり打撃重視になるので、パワーヒッターと広角打法は取りたいかなというところがあるので、まあ、パワーヒッターは確実に取りたいので、まあ、サイガーを入れてますと。でトシ君をお借りして、で、タッグを組んだ時に鎌狩りね、鎌狩りパワヒの、本をくれるんで、もうパワーヒッターは絶対、取れます。で広角打法、まあ、サイガー入れてれば多分そこそこ安定するかなとは思うんですけれども、まあ、パワーヒと、広角打法はつけていきたいと思います。でトシ君が、アーチスト確定なので、まあ、筋力にね余裕があればアーチストも取っていこうかなと。で、打撃、まあ、全員で6人なんですけれども、いわゆる技術ポイントが絶対余るので、まあ、技術ポイントをね筋力ポイントに変換できる DVD、 これが売り出されるかどうかっていうところが一つ、肝になりますね。でアイテムの方が、友達スタンプを持ってきてますと。どうしてもやる気デッキの人たちが初期評価低いんで、なるべく早めにねタッグは組んでいきたいので、ねここもいいんだけど、新島ちゃんもねやっぱり上げていきたいんだよね。まずは新島ちゃんを最優先で追っていきましょう。あとはどれだけね複数タッグが出てくれるか。ちなみに6タッグとかね5タッグもやったことないかな。最高で4タッグまでやったことあるんですけど、そうするとなんか250ポイントとかね手に入って、 K マネーも一気にね250とか手に入るんですよね。でこれはサイガの方ですね。片目は3で潰して、パワヒが来たね。ってことはあとは鎌狩君から早めにパワヒの賞をもらって、パワヒを5にすると。ここはメンタルでいきますか。まあ、神宮寺君の評価を上げて、まあ、休むはねなるべく使用しない方向で。あ、ちなみにね佐久間君35に上げて、まあ、本当は37とかもプラス2になってるんでいけるんですけど、やっぱゲドウ君が足りなくて、とりあえず35にして、佐久間君ね今回初めて入れました。で佐久間君もやる気デッキなんで、ポイント的にはね重なってくれるとかなり伸びるんで、そこに期待していきたいですけど、あと金儲けね、なんかね、まあ、特にアイテムとかもったいなくなければ最初の金儲けでドカッと資金が調達できれば進めるみたいな例えば監督と投資してなんか580やったら進めるって、580もらえなかったら一回リセットするっていうのもねなんかあるみたいですけど、ま、今回は別に手堅くいきましょう。監督と投資はねちょっと最初の時だからやめておきましょう。最初はやっぱりお金を少しでも稼いでいきましょう。カリ様とのバイトは体力が減らないっていうところがいいですよね。まあ、そんなにでかい金はつかめないんですけど、一応購買部は除いて、タフドリンクはまあ買っておきましょう。10円だし、あとは金があるときにはね買えるだけ買って、4周目に半分以下になっていると入荷する可能性があるのかな、商品が。なんでお金があるときはちょっと買い漁っていきたいですけど、さすがに今はお金がないので筋力は欲しいよね。パワージュースデラックス70円か、今はちょっと高いよな。であとここの DVD っすよね。まあ、とりあえず今はこんなもんにして、お、新島ちゃん来てるね、いいね。新島ちゃんはねコツが来てくれるとどん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 評価も上がっていくんで、
そしてインコースもくれたと。骸骨はね、やっぱり早めに掴んでおきたいので。あとはここだね。1回ね、複数タックが来てくれるとドカッとお金も稼げるんで、まあ、やっぱり早めにタックを組むっていうのも重要っすね。赤まかりの評価を上げていきましょう。あ、そっか、ここ体力下がるんだっけ。餅か。餅はね、成功しないんだよね。普通にバイトしましょう。バイトしかしてねえな。よし、オッケーオッケーオッケー。わ、これはちょっと一回寝よっかな。あー、でもコツがある。いくつ。わー、新島ちゃんか。 14% か。佐久間くんもいるね。まあ、やる。インコースは取っとこう。あ、あと購買部か。購買部見てドリンクがあったら即ガブ飲みして、ないから瓶床は買っておく。あ、これか。技術ポイントすべて筋力ポイントに変換。これは買っておきましょう。あるときに買う。ラッキーボーイとか特にね、骸骨を掴む必要はないから。意気投合、いいやつか。いいやつか。210円すんのか。なんか悩むね悩むけど取っておこう。で、14% かやろう。 OKOKOK で寝よう。さすがに次は寝よう。あれ、これってさ、やる気下がるよね。遊び行くか。そうすると災害がね、タッグを組むとアロマグッズ的なものをくれるんだけど、あ、これどうしよっかな。休もうかな。これ休もう。で、さらに練習を見て、いいのがなければ、複数がいなければ一回遊ぶか。どうする。購買部なかったっけ。ないよね。いい、遊んじゃおう。一人カラオケか。で、コツが来てますね。トシ君は、まあ、パワーヒッターをくれるかもしんないけど、いいか、別に潰さずに置いておいて練習。トシ君も結構練習多いっすよね。コツをあんまりくれる感じはしない。よーし、やろうぜ。これでもめっちゃ経験値くれるからねで、金儲けで。さあさあさあ、これは、まあ、岩井くんかな。ガマちゃん、マネちゃんどっちだっていうのがあるけど、どうしようかな。マネちゃんとやるか。頼むぞ。うん、まあまあいいでしょう。お、いいね。カマッカリのね、これほんといいと思います、このイベント。どんだけチャイムが鳴ってんだよ。教えてもらいましょう。うん、精神下がるけど、いいや。ジュースいっぱいあんな、これあ、ジムチケットは買っておきましょう。で、これね、あの、新入生が入ってきてから使った方がいいですよって、いうのをコメントでいただいたんで、あ、まあ確かにそうだなっていう感じですね。100円くらいいいか。2つでいいかな。でも3つはなんだかんだでね、あんまり使わないんですよね。金儲けで結局4周目練習しないから。代打、代打でもな、失敗するとな、代打のコツを手に入れるからな。新島ちゃんがそういえば微妙だな。ショートのくせに守備が上手くないっていう。まあ多少ね、やっぱり肩と守備は上げていきたいと思うんで、いくらイベント用とはいえども。これあんまりさ、成功しないんだけど。
だいたい SG が来るんだけど、ほらこれさ、ひどいよね、マジで。どうしようかな。新島ちゃんは OK。 鎌狩り、トレーニングが多いね。モテたいよな。あ、そっか、これってあれだチームメイトの評価が下がるんだ。え、新島ちゃんどうなってる。あ、大丈夫だね。トシ君と7% か。4周だしな。パージューサー30円するしな。これを買おう。で、練習しよう。あれってか、タックがまだ出てなくね。あ、そうそうそう、そういえばね、練習レベル上がりましたよね。まあ、俺はアプリをやってないんで全然気にならなかったんですけど、これなんか微妙だなリスクの少ない監督にする。まあ50円だったら一生頼むぞまあそりゃそうなるよね。まず練習レベルが初期状態で2になってて、でさらに甲子園のところまでアイテムが使えるっていう、まあそういう仕様になってますよね。あ、そうだ、アロマオイルっていうか、アロマは最下がくれるんだよな、そもそも。技術は別にな、特にいいアイテムがないね。最下のコスト、鎌狩りがあるから、これはちょっと回復させよう。で、新島ちゃんは特に間に合わなそうだな。クリスマスは一人か。初め打ち、よし、これはやるか。いまいちこのイベントもよくわかんないんだよね。なんか特に選択肢がなく、そのまま終わる時もあるし、こういう選択肢があって終わる時もあると。おお、まったく。教えてくれ。で、練習は佐久間くん。アイテムはどんどん使っていっちゃおうか。どうせね、残ってもしょうがないんで。あれ、それ佐久間くんってコツなんだっけ。アベレージヒッター流し打ち、あと何個1個も持ってたよね。一人のクリスマスか、悲しいな。練習で、さすがにちょっとパーセンテージが高い。やっぱここら辺のな、人がな、評価上がるのちょっと遅いよね。スナック的なものが出てきてないからね、しかも。どうしようかな、寝よっかな寝よっていうか、なんだっけ、健康祈願にしようかな。健康に過ごそう。ここで中吉、まあいいでしょう。さて、タックが来ないよ、タックが。宝塚と授業、これが一番いいかな。そんなに大きな儲けは出ないけど、失敗も少ない感じっすね。2回目か。こいつも2回目か。で、購買部を除いて、あ、そうそう、新島ちゃんね、なんかそのモテモテになるやつをくれるんですけど、マジいらないっすよね、このメンツだと。チャンスの書か。チャンスはちょっと欲しいよな。なんかすげえ偏ってんな、アイテムが今回。神宮寺、神宮寺君はアベレージヒッターだよな、確か。あ、告白が来た。ちょっと遅かったね。まあいいけど。
そうだ、俺が恋人になるよってよく言えるよな。えっとか絶対俺だったら惹かれるけどね。で、タッグ、鎌狩りか。鎌狩りはちょっと、やっておこう。パワーヒッターの書が欲しい。これでパワーヒッターを5にすればだいぶ OK だな。佐久間くんはな、初めて使うからちょっといまいちイベントの内容をまだ把握してないんだよね。モテモテになった無駄だな、無駄にモテモテになったな。これまあダブルタック、新島ちゃんか。最後のコツ、広角打法はね欲しいからね。間違えた、高バイブ行ってパワーヒの書これを使ってゴッツよね。まあ、体力もないんで、あ、固め打ちは固め打ち、危ない危ない危ない、固め打ちを潰し忘れるところだった。長島取るか。アベレージヒッターもどうせ技術余るから3で取っておきましょう。で、意外性取って、初級とかは売り出される可能性があるので残しておきましょう。コツをくれ。うん、いいね。精神力てかさ、スカウトさんどうやって判断したんだろうね、あの精神の練習して。てか精神の練習って何してんの座禅でも組んでんのかな。岩井くんでいきましょう。でも岩井くん、でも俺この前3回連続失敗した時あったんだよなマジかよこいつとか。芝はね、1回だけもらったことあるんだよな。虫歯はかなり厄介だからな。そういうのなんか売り出されてた時買っておくか。パワージュースがいっぱいある、10円だから買っとこう。精神も買う。あ、いいや、後で使おう。あ、新流石という感じかな。とりあえず、まあ、いいものが出た時のために多少はやっぱり金は取っときたいのと、ダブルタック、いいね。これはもうこっちだな。これで100円手に入るのか。じゃあなんか買っちゃおっか。あ、パワースナックデラックスなんだ。あ、そうだ、これ金あるから K マネーで解決してみよう。なんかいつも真ん中にしてるんですよね、体力が上がるから。おー、いいねいいねいいね。で、そうか、そうすると佐久間くん早めに上げるっていうのも手だけど、佐久間くんなかなか上がんないんだよね。難しいな、やっぱりそこら辺ので。60円使っちゃったから若干金が減ってるね。筋力強化晴天買う、買おうで、トシくんか、サイガか。金が欲しいね、金が。あ、でも広角をな5にするっていうのもありといえばありだけど、体力満タンだから金に走ろう。47円もでかいからね。あ、そうだ、あとこれももらえるんだ。で、打撃練習をどんどん上げていこう。俺だってミート G だよなんかつかめるの、ミート G のバッティングを見て。新島ちゃんはな、もともとタックで稼ぐキャラじゃないから少ないけど、まあそれでもやっていきましょう。あと、まあデートは多分4月に入って1回ずつやっていけば間に合うかな。4,5,6,7,8 ができないから4月からじゃ間に合わないのか。3月からデートを組み込んでいくか。もうそうすると次だね。金儲けして、岩井くんと、岩井くんが来たら即岩井くんっすね。よしよしよし、 OK。 あー、これどん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 体力を減らしていこう。で、金を儲けていこう。やっぱ世の中金だ。で、特にタッグがないんでここはデートしましょう。タフドリンクを買っておく。ジムチケットも買っておく。
とはかっこいいサングラスとかくれっかんね。阿部日買っちゃおう。あれ阿部日はそうだ、もう掴んだんだ。金の無駄だな、何も考えてねえな俺。でデートしよう。気楽にやってるとな、めちゃくちゃ気が緩むよな。新島ちゃんもめっちゃ食えるみたいだけど太んないのかね。まあ野球やってれば太んないか。新島ちゃんは練習の鬼だからな、食って練習する、まあ、一番いいんだろうなそういうのが。さてこれで最後の金徳が終わって、何これ買っとくか、安いし。売りたいもん結構いっぱいあるんだけどね。まず絶対いらないのがこれ、良縁祈願。もう半額でいいよ、絶対売りたい。よし、でタックが来てるね。おー、4人タックすっげえ。ちょっと待って。これミートあげよう。まずはミートあげていこう、精神が足んなそうだな。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ここは一つの肝だぞ。で晴天使って、どん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 上げていこう。あと使うのもあんな、こっちだ。入門も使って、あ、もうこれ使っちゃおう。これも使って、さてさてさて、でまた技術を大量に消費して、P でいいかな。そうするとあとは、パワーも上げられるんで、とりあえず C にしておこうか。 C にできなかった、筋力が足りん。で一回これをやって、筋力も100入るのか。金が539円も手に入った。すっげえな、かっこいいサングラスくれた。ダメかさて2人いいね。ちょっと待ってよ、500でしょ。で効果感も取っちゃって、あとはダントは3にしておこう。3にしなくていいか、どうせパワーヒーあるし。ミートをやっぱり上げていって、精神が足らんな、そうすると。で、パワーも上げられるだけ上げて、パワーを上げられるだけ上げて、上げられるだけ上げて、練習して、どこでね、要は技術をね、筋力に変えるかっていうとこなんですよ。最後はね、なんかあんまいいのくんないんですよね。で、金儲けして、っていうかデートもしないと。そういえば岩井くん、おい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 、あ、これここか。あれ成功しなかったな、そういうもんなのか。2人か、トシ君コツくれるけどな。まあでもやっぱ金だよな、世の中金だからな。来てるね、まあ1人か。これはデートをしよう。だからパワースナックとかもいらないけどな。初級、あ、野球超人伝がある。ちょっと待って、野球超人伝は取り置きしておこう。あ、でもな、5月にな、あれがあるからな。まあ、取り置きは取り置きしておこう。初級コツを取って、野球超人伝を取り置きしてもらって、で、金を貯めよう。アイテムで、じゃなくて、
よくわかんなくなってんな。初級を取ろうもん、これは。初級取って、一級入魂は、あれ、カムカリ持ったっけ？いや、取ろう。マジで何にも考えてないけど。で、デートして、もうそろそろ筋力に変えちゃっていいかな。やっぱりね、日本のね、ホラーは怖いっすよね。なるほど、ホラーハウスで女の子の評価を上げる。キモッタマが座ってないとダメだな。これはもう筋力に変えよう。変えてから練習しよう。ちょっと待って。なんとなく C にしてから変えよう。これで変換して400でしょ。で、ここからまたあの技術を貯めていけばいいわけだから。ああ、もう4週な、4月になってるから、10メートルとか上げてこう。で、グラサンも使って。あとなんかある？まあいいか。で、もちろん、スタメンは、どん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 、金をつぎ込んでいこう。追加イベント起きなかったね。そう、ここでね、スタメン入札用の金を取っとかないといけないんで。野球超人伝だっけ、なんだっけ。あれ買うと金がなくなるからね。やべえ、金がねえみたいな。タフドリンクは高すぎるからね。だからこれで、あの野球超人で買おうってなると179円しかなくて、やばい、金がないってなるから、ここはデートだな。あともう一回な、3人タッグとかが来てくれれば、だいぶ金に余裕ができるんだけど。ここら辺から経験点と体力の回復が良くなってくるんだよね。OK、OK。100。全員、おお、落札できた。早いな。よしよしよし、タックよ、来い、来ない。来ないじゃね、来てるけど、1人。この3人がな、こっちに移動してくれればな。まあ、スカウト評価も上げつついきますか。俺、ミートすごいよ。おお、10人に1人。これさ、なかなか起きないんだよね。いつも上げてないからね。で、まだか。ようやくアーティストか。で、別にゆかり様の評価を上げる必要はないけど、一応みんなの評価上げとくか。これも早めに出てくれるといいけどね。1人しか来ないね。まあいいか。トシ君でも1人で58くれんのか。かなりでかいな。で、これも合わせれば1回で経験点100くらいもらってるからね。スカート評価結構上がってんな、今回。あれ？デート大丈夫か？金儲けして。っていうか、アイテム買わねえと、取り置きしたやつ。取り置きした意味が全くなくなる。で、今いくらあんの？あんまり金減らしたくねえかんな。矢部君とバイトか。今回ちょっと、無難に行こう、無難に。よし、これ買い忘れがないように、マジ。買っとかないと。購買部行って、まあ、パジュース大丈夫でしょ、買っても。まず野球超人ね、これは、これ2つあるし。ちょっと待って、金が足りん。
最初の方にちょっと無駄遣いをしすぎた可能性があるけど、とりあえずこれ千丸の方がいいけど、上げといた方がいいかな。え、わからん、どっちだ。能力を見よう。え、だってもうさ、ミート B まで上げちゃったし、パワーも C まで上げちゃったし、ここら辺だよな。足、肩、守備、補給。千丸にするか。千丸にしよう。出てくるのがちょっと遅いな。達人の極意。センス丸、よし。あと700円とか、4人タッグ、5人タッグが来てくれればたまりそうな気がするけど、それはかなわぬか。とりあえずデートしよう。やっぱり黒がね、ハマれば強いね。まあ安定しないっていうところがあるけど、まあそれも一つの楽しみになるからね。さてさてさて、お前はどうでもいい。タックタックないない、むしろないむしろタックがない。こういう時はもうデートを消化していきましょう。いやー、金が欲しい。あ、でもさ、4週に練習したらさ、買えないのか。ってことはもう買えないんだな。そうするとね、文化祭での SG 高校とか結構響いてる感じがするな。あれ、バットコントロールってどんだけ続くの体力減っただけだし1人か。じゃあじゃあじゃあ、買えるものは買い漁っていくか。ちょっと待ってね、これ買うでしょ。意外性って取ったんだっけ俺。内閣室だと取るでしょ。あ、意外性は取ったのか。意外性取ってチャンスメーカーがまだ新島ちゃん来てないのか。なるほどなるほど。だからなんかあんまり必要なさそうなのがあるね。筋力にしても上げとく。うん、こっちいいや。じゃあコツを取っていきましょう。こっちはコツくんなかったし。で、1人か。どうしようかな。精神がね、なんか足りてなさそうだからね、精神練習しますか。よし、クリーンアップ。あ、能力的にはね、全然いいでしょう。まあ、サクサクサクっといきましょう。サクサクサクっと、パワー B にしよう。てか A にしても問題ないか。で、あとアーチストね。アーチスト取ってこう。もう試合ではどんどん打ってくショートとしての能力どうなのっていうのがあるけどでもね、イベント用ですからね。で、これタイムして LR で変えられるんですよ。左打席の時、左打席立たないじゃないですか。左ピッチャーの時って右バッターに立つじゃないですか。その時に左にすれば普通に左になるんで、チャレンジ用はね、両方対応できるんで、両打ちは結構便利ですよね。買いつつ3本打ち、OK、むしろ回ってこなくていいんだけど。まあいいか。かわいそうだな、立川。でもヒットはさ、13本打たれてて、1点も失点がないって、粘ったな、うちのピッチャー陣。まあ、うちら多分超強いよ。パワースナック2つはね、結構強いと思うんですよね。チームメイト能力、センス丸、モテモテとか、こいつら弱パワー B でしょ、西野くん、よくわかんないけど、守備 A とかね。
部くん宝塚とかマジ強いよねこいつ99、90、95 ほぼ S じゃん。だって肩とさ補給も何者だ本当に。何も練習がない。こういう時はどうしようかね。スカウト評価でも上げとく。肩はしょぼいけどね。さて、こっからの一人か。精神足りなそうだからな。回復しておくか。マジで何してる調子が悪かったのかなってどうやって判別されたんだ。でさすがにちょっと上げとくか。いいねをしておこう。で守備力を上げとこう。 D にしておこう。やっぱ肩も欲しいよね。うん。で補給もE にして。精神だな。そうするとやっぱり不足してくるのが。お待たせ。ともに。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー三塁という場面です。いいじゃないんだよね。スプリットがやっぱりね。ネクストバッターサークルに控えている。打ちました。痛烈。行った。黒がね、この回変化球2種類とはいえね、先頭バッターはこうスプリットを警戒するとね、ちょっとね振り遅れちゃうんですよ。さっきみたいに黒がねリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、ね、イーブマ。さあ次の投球しまった。マシンで捉えた。アウト。上を叩きすぎたな。ちょっともう一個変わってる。7回です。ツーアウトランナーこれはいい当たりだ。いった。まあいっか。やっぱりこの祝福されたいよね。祝福ボーナスっていうのがあるみたいですね。俺知んなかったんですけど。で投手って祝福ボーナスがないじゃないですか。だからなんかね野手の方が経験点がその試合で伸びるみたいな、そんなことを書いてありましたね。よし打撃練習上がり。いいね。一人か佐久間くん。かまかり、まあ、佐久間くんでいいでしょう。マチェット。ハロルド・マチェットって何なのよくわかんないんだけど。有名人なのかって言ってるけどさ、全く知らん。もう有名人全く知らないからね。お待たせ。だワンアウトランナー一塁という場面でイーブマ投げた。オッケーオッケー。いったー。はい。黒がねこの回はそうだからね、パワースナックだっけ、なんだっけ、あれか、スポーツジムチケット買うと黒がねね、ほとんど負けないですよね。黒がねリードで迎える5回。そこもねいいと思うんだよね。今日2打席打った。これは強烈。いったー。はい。黒がねリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っているイーヌマ。ちょっと変化球キャラなんで打ちづらいんですよね。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。打ちました。痛烈。あそこを打ち砕くのがこいつだけど。パピヨン今マスク2枚かぶってんのかな。絶対熱いでしょ。超蒸れるよね顔があんなん2枚もかぶってたら。で、さらにいいところが、ここでまた使えると。これもちょっとガブ飲みしていこう。むしろ腹壊すだろ、そんないっぱい飲んだら。トシ君、まあ、コツが来てるんで。うん、練習。まあ、いいか。ここまで来れば別に練習でもいいよ。北斗か。北斗も欲しいよな。まあ、いつ実装されるかわかんないけど。あとはじゃあちょっと取れるやつを取っていきますか。サヨナラ男取るか。さらに、内角取って OK。
まあ、さよなら男とかってあんまりね出番がないからね、そもそもたまに来ますよね。でもこれ打たなきゃ負けるみたいな、ホームラン打てばさよなら、打たなきゃ負けるみたいな。あーちょっと、あーでも1点取ったか。さっきのもったいなかったな、上を叩いてしまった。第2球投げました。調子が悪い、そして負ける。黒金同点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁、負けは許さん。これはいい当たりだ。オッケー、黒金リードで迎える7回、ね、先ほどスリーランホームランを放っているイーブマ、外角低め外れてボール。第2球投げました。多分ねピッチャーがね控えいないから投げさせてるんだと思うけど。さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。で、こっち強くね。普通に。リーヌが今日4打点を挙げています。投げました。スライダーボール。これは外れます。カウントはワンボール。足早いな、うちのチーム。投げた。ボール。カウントはツーボール、ワンストライク。投球これから4球目。打ちました。まあいいか。この先、黒金、2点入りました。めった打ちな。なんだかんだでめった打ちしたな。いや、俺がじゃなくてチームが。頑張っていただいたよ。女子が苦手ってどういうことなんだろうな、俺には全く理解できねえな。最後どうしようかな。特にスカウトさんもいるわけではないので、ポイント的に大きいやつにしますか。これにする。じゃあね、どれだけストレートを打てるかだよな。打てないときは全く打てない。ちょっと上げてこう。やっぱ肩守備 C は欲しいで、呼吸をちょっと待って、 D で止めとこう。で、やっぱ精神だな、精神が足んなくなるから上げられん。パワーだな、パワー S になったし。いや、なんだかんだなかなかいい選手なんじゃないか。ちょっとゴリラ型になっちゃってるけど、ショートにしては。お待たせしました。黒金同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面でイーヌマ、ネクストバッターサークルにはサイン。第2球投げた、打ちました。バルボもうちょいしたか。第3球を投げた、あ、また無理。変化球空振り三振。打てん。変化球で攻められると間違ってない。黒金勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でイーヌが、ネクストバッターサークルに控えているのはサイン。第2球投げた、待って待って待って、ストレート空振りだ。伸びのあるストレート、全力ストレートはさすがに低いかな。うわ、3球目ストレート、だいぶカーソルがずれたな。第4球を投げました。危ない球。第5球投げました。これはカーブでしょ。よし、カウント3ボール2ストライクです。投げました。おー、結構フォアボールか。見送ってフォアボール。黒金この回はクリーンナップからの攻撃になります。なかなか先頭バッターはイーヌマ、今日は三振と。どうだ、これすっげーパワーで持ってった感じだな。一本打ちたい。あれ、若林とかやってるの。ノーアウトランナー2塁という場面。嵐丸どうしたい。第2球投げました。これは見送ってボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました。変化球アウトコースへ外れてボール。カウントは2ボールワンストライク。投げた、低め。あれ、ちょっとカウントは3ボールワンストライク。ボールが多くないか。次は5球目投げた。あー、結局ウエストしてきた。もう一回待ってくる。待ってこねえわ。黒金優勝決めました。いや、優勝したのはいいけどさ、最後の経験点が47か。倍は欲しかったな。まあ、これで20ポイントもらえるんでいいでしょう。あ、でもこれドラ1になれるんじゃないか。お、なったなったなった。黒金もね、なかなかドラ1取るの難しいんすよね。だいたい2位とかになって終わっちゃうんだよな。
そこの部分を補填した感じかな。で、桂馬ね、いくら残ったっけ、なんか200円くらいだっけ5 まあないよりはマシかな。で、経験点は5800か、まあ、6000はいかなかったね。さてさて、上げていきますか。ほら、結構減少あるね。 D、 これで一応 C、 あー、これミートいけんな。ミート A で、補給もちょっと C に上げとこう。とりあえずこれだな、これを基本にして一回 OK して、ここからあと割り振っていこう。じゃあこれ多分筋力余んな、筋力使わないと余るね。ただ守備職人欲しいな。 C あれば守備職人いいでしょう。あっても守備職人欲しい。早急も欲しいね。早急も取ろう。どうしようかな、肩上げようかな。しにくさとかさすがにいらないからな。体当たりでとりあえず筋力潰すか、余ったら。あ、ローボールヒッターとかいいかもね。あ、対エースか。あ、ちょっと待って、ちょっとビンショート技術とかバランスが悪くなるな。あ、でもいけるか。対エース取ろう。で、そこから満塁男取ろう。で、瓶賞が余ってるね。瓶賞使うやつ。ムード丸。一応取っとくか。で、ちょいちょいちょいと上げて。あ、こんなもんでいっか。とりあえず S3 までいったか。というところで、じゃあ今回は、黒金商業でのアヘ打撃デッキでした。まあ、もうちょっと、もう一回くらいね、4人タッグが来てくれたら、いい感じになったと思うんですけれども、まあ悪くないですね。まあ両打ちの選手にしては全然いい感じになったので、まあ満足ですね。こいつは、チャレンジ用で使っていきましょう。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。